有馬新七は、日本の武士、学者、意味川正義、異界君等は、増十四位、新英流と、鬼門学派を学び文武両道の春傑と歌われた。幽国の詩文は、公明天皇の逸夜の乱に供されたとされる。薩摩藩移住院座との合詞、坂城四郎兵衛の子として、薩摩国兵記軍移住院号徳志村を儀で、生まれるが、 父が城下市の有馬家の養子となったため、新七もそのまま城下市となり、鹿児島城下の鍛冶屋町に移住した。同じく、薩摩藩移住院座との講師、坂木六郎は叔父にあたり、県の達人として有名であった六郎から、幼少期から、新影流を伝授された。天保九年、14歳の元服の頃より、安子根遺言を研究し、鬼門学派の学を収める。 天保14年より、江戸で学び、山崎安西派の受学者山口菅山の門下となる。安政4年には、薩摩判定学問所教授に就任、文久元年増士官訓道士に昇進。尊王上位派の志士たちと多く交流して、水戸藩と共に、井い,い直助暗殺を図ったが、自藩の同意を得られなかったため手を引き、結果的に、水戸藩を裏切る形となった。 万円元年に町田久成の要請を受け、移住院郷石ヶ谷村を統治することとなった。新七は石ヶ谷村を治める間に村における刑法を定め、悪事を働く者に罰として、石坂と呼ばれる道の建設に当たらせたり、合志に五人組制を実施するなどの指導を行った。その後も過激な尊能上位活動を続け、同志たちと共に寺田屋に集っていたところ、 島津久光の説得に応じずば、上位内ちもやむなしとの命により陳部に訪れた、大山角之助ら薩摩藩士らによって粛清された。この際、小刀が折れて、相手の道島ゴロベ衛の懐に入り壁に押し付けた状態で、橋口吉野城に追いごとしせ、追いごとしせとして、最後を遂げた。去年38、明治24年12月17日、 明治政府より増14位。日置市住院長下屋工場の馬場において1338年に自習の寺として建てられた無料住院流泉寺跡にその墓がある。この有馬三木太郎は薩摩藩の大社で史跡を回復し、母親戦争に従軍し、御神兵創設に従い状況、西郷隆盛や河村住吉の推挙により、海軍術習得のため、 米国へ留学1874年にアナポリスの海軍兵学校へ入学し、薩摩閥海軍人として将来を職望されたが帰国後に27歳で病死した。ありがとうございます。